パッションダンスは日本の競争場、乗馬。主な勝倉は2013年2016年の新潟大賞展、2015年の新潟記念。場名の由来は情熱のダンス。2008年4月9日、北海道阿比良町の農山ファームで生産。2008年のセレクトセール、サラブレッド搭載部門に上場し、 金子正人ホールディングスによって9450万円で落札。ノーザンファーム、早北牧場にて、育成調教が施され、立東トレーニングセンターの友道安夫厩社に預けられる。2011年2月26日、阪神競馬場の新馬戦で、ウンベルトリスポリを安状に据えてデビュー勝ちを果たす。その後、京都新聞海で6着になった後、 右足のともに骨折、さらに爪の不安もあり1年以上休養を余儀なくされた。復帰後、条件戦で3連勝を記録して2012年4歳の冬でサンタクロースハンデキャップを勝利、オープンクラスへの昇格を達成した。昇格後初参戦の小倉大商店では単勝一番人気に支持されたものの5着敗退。 中日新聞杯で4着となった後、望んだ新潟大賞天にて、最後の直線2番手の行為から抜け出し、追い上げてきたアドマイア大使を、花差でしのいで、勝利、通算5勝目、4度目の挑戦で重賞初制覇を達成した。続いて、単勝1番人気のみで、ナルオ記念に出走したが6着敗退し、放牧。しかしアクシデントに見舞われ一年半出走することが、 できなかった。6歳の冬、2014年12月6日の金社地賞で復帰、以降コンスタントに出走するが、上位に食い込むことはなかった。復帰後7戦目、新潟記念に、ミルコ・デムーロと共に出走。最後の直線では3番手から、早めに抜け出していた、柴田大地機場のマエネル・ミラノを外から追い、ゴール板に花面を揃えて通過。写真判定の結果、 頭差先着し勝利し、重賞2勝目を挙げた。その後、魔を明け金社地賞に出走するが7着に敗れた。ダート連戦8歳となった2016年、路線変更し、地方競馬のダートジイブニーである川崎記念に出走するが、優勝した北高たる前に6.8秒差をつけられた。大差で敗れ、続けて、中央競馬のダート GI、フェブラリーステークスに、 三浦厚生を安城に参戦するが、優勝したモーニンと6.9秒差離され、さらに15着コーリンベリーに大差をつけられた、最下位に敗れた。フェブラリーステークス出走から間隔を設けて、5月8日の新潟大賞店に出走。単勝10番人気の評価を受け、津村明秀を安城に迎えた。最後の直線三番手の行為から、残り二百メートルあたりで、 前を行く名称なると、マイネルミラノをかわし先頭に立ち、そのまま後方を突き放し勝利、重賞3勝目、2013年以来の3年ぶり2度目の新潟対象点勝利を果たした。続いて6月4日のナルオ記念で4着に敗退。その後、新潟記念の連覇を目指して調整されていた。しかし放牧先で、甲子骨折を発症し、ボルトを三本に入れる手術を受けて、 早北町の農山ファームで療養。およそ1年間出走することはなかった。骨折から復帰することなく、2017年5月17日付で競争場登録を抹消し引退。北海道苫小牧市の農山ホースパークにて乗馬となる予定であった。しかし、牧場側と馬主の配慮から、現在、ホーストラスト北海道で余生を過ごしている。 以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。新潟競馬場では5回出走し、全7勝のうちの4勝を挙げた。新潟対象展2回、新潟記念を制覇し、新潟競馬場の重賞3勝を記録。これは1981年、1982年の、 アラブ王冠と1983年の西友記念を制したダイドルマン。1996年の新潟大賞展、福島記念と1997年の新潟大賞展を制したマイオジョーヌと並んだ史上最多体の記録である。ありがとうございます。